はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、 MLB 今季の開幕まであと1ヶ月ほどに迫ってきましたが、今回は毎年恒例、私が個人的にブレイクに期待している選手をご紹介していこうかなと思います。昨年の MLB ではガーディアンズのスティーブン・クワンだったり、ブレイブスのマイケル・ハリス2世だったりと、2022年にそこまでのインパクトを残すとは当初思っていなかった選手たちのブレイクが結構目立った印象がありますが、今年は一体どうなるのか。今回は昨年からさらに一段上の成績が期待できそうな選手をブレイク候補と定義して7人ほど、なるべく全ての地区から選んでみましたので、早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はレッズのハンター・グリーン。グリーンは昨年がメジャー1年目で、先発投手ながら90マイル後半、時に100マイルを超えるスピードを連発していましたが、ただまだまだ先発投手としては荒削りな部分も多く、シーズンの成績は24先発で防御率 4.44。 レッズの本拠地が打者に有利な環境であることを加味してもリーグ平均程度の成績に終わりました。そんなグリーンですが、後半戦入ってからピッチングの方も良くなっておりまして、肩の怪我もあって6先発にこそとどまっていますが、後半戦は防御率 1.02、 35回3分の1を投げて51奪三振、プロスペクト時代に期待されていたエースの片鱗を見せ、特に9月の4先発は内容も非常に良かった印象です。もともと早かったグリーンの速球ですが、9月に入ってからさらに一段上のボールとなりまして、9月以降の速球の平均球速 99.8 マイルは他のどの月よりも速く、かつストライクゾーン高めに集めることもできましたし、速球の非 WOBA 1割9分8厘はこの期間中速球を150球以上投げた選手の中では MLB 5位の好成績。昨年のグリーンは一時期スライダーの割合を増やすなど配球の試行錯誤が見て取れますが、最終的には彼が一番自信のあるまっすぐをより速く、より頼ることで結果が出たわけですね。 99.8 マイルの平均球速を維持しながら1年間投げ切れるのかは未知数ですが、ニック・ロドロとともに今季レッズのローテーションを支える活躍に期待できるかもしれません。2人目はエンゼルスのリード・デトマーズ。昨年は25先発で防御率 3.77 とシーズントータルの成績はまずまずですが、ノーヒッターを達成したと思えば成績不振でマイナー落ちを経験したりなど、アップダウンもそれなりに激しかった印象です。ただ昨年のデトマーズで言えば、マイナーに落ちた後にエンゼルスマイナーのピッチングコーディネーターであるバディ・カーライルと共に投球フォームの微修正を行った結果、かつてのような感覚を取り戻したそうで、実際マイナーから再昇格した後の6先発では防御率 1.50、 36回で47奪三振と支配的な投球内容ではありました。その後シーズン終了まで息切れした感はあれど、三振を奪えるようになったのが大きな変化です。それ以前のデトマーズはなかなか三振を奪えず、ノーヒッター達成した試合でさえ三振2つだったわけですから全く異なると。特に目立つのはスライダーをかなり増やした点で、これまでよりも球速を上げ縦変化を大きくしたことでスライダー自体の効果を高めつつ、速球や元々いいボールとして知られる彼のカーブとも球速や変化が異なることでうまくマッチしたのかもしれませんね。今季のエンゼルスでは大谷選手、アンダーソン、サンドバルに次ぐ4番手をまずはデトマーズ任されるとは思いますが、シーズンでイニング以上の三振奪えるようになってくればより成績の向上も見込めるのではないでしょうか。3人目はパイレーツのミッチ・ケラー。ケラーはプロスペクトとしての期待の高さとは裏腹になかなかメジャーで結果を残すことができていませんでしたが、ただ昨年は球速アップなどにも助けられて31試合、29先発で防御率 3.91、 ウィンザボリプレイスメント 2.0 とキャリアでも最高の1年を送りました。しかしケラーに関してはまだまだ上を狙えそうな好材料が多く、特にシーズン途中から本格導入したシンカーとスイーパーのコンビネーション、これが絶大な効果を発揮しましたよね。5月13日時点で防御率 6.61 と全く振るわなかったことから、少しの間ブルペンに回されたケラーですが、ここでもともとブルペンで多少は投げており、トラックマンの数値も悪くなかったシンカーを導入し大きな結果を得られたと。フォーシームや開幕から少しずつ投げていたスイーパーとの相性も良く、結果的に後半戦のケラーは防御率 3.09 と、これまでなかなかメジャーレベルでは見せることができていなかった安定感も出てきました。メインの球種からして仕方ない部分はあるものの、昨年は少し対左の成績が良くなかったことから、今季に向けてジャイロ回転のカッター導入にも取り組みまして、対左の成績改善も期待できそうですし、パイレーツ先発陣のエース格としてさらなる飛躍が楽しみな選手ですね。ここからはバッターを4人ほど、まずはジャイアンツのキャッチャー、ジョーイ・バート。バスターポージの電撃引退に伴い、その後釜としての活躍に期待がかかったバートですが、昨年は97試合で打率2割1分5厘、OPS6 割6分、ウィンザブリプレイスメントも 0.8 と、名捕手ポージーの穴をいきなり埋めろと言われても難しいところはあるとはいえ、期待していたほどの結果でなかったのは事実でしょう。ただジャイアンツはまだまだバートの才能を信じているようで、コンフジャイアンツは結構積極的に FA 補強する中で、キャッチャーの大きな補強には動きませんでしたし、引き続きバートがスタメンマスクを被る試合は多くなりそうなのかなと。全打席に占める三振の割合が昨年 38.5% とあまりに三振が多すぎるため、ここをもう少し改善しない限り大幅な成績改善には期待できそうにはないものの、ただハードヒットする力自体はありまして、昨年の最速の打球初速は実は MLB 上位 5%、
ハードヒット率も MLB 平均を上回っていますし、コンタクトした際の WOBA は昨年250打席以上立った選手300人以上いる中で MLB26 位とやはり結構上位にいると、昨年マイナーで一時期調整した後はメジャーレベルでもしばらく結果を出したように MLB で通用するレベルにないわけでもなさそうなので、昨年マリナーズのカルローリーがそうだったようにもう少し三振を減らしてアベレージはそこまで残せないにしても20本30本近く打つ、こういった形のブレイクは期待できそうかもなと思っている選手です。バッター2人目はレイズのホセ・シリー。昨年のトレードデッドラインでアストロズから移籍し、主に守備や走塁面を買われて移籍後はセンターのレギュラーとなっていましたよね。昨年のシーズン成績自体は平凡で、シリーも先ほどのバートのようにもう少し三振を減らしたい選手でありますが、守備や走塁面が売りのタイプの選手にしては意外とハードヒットする力自体はあり、昨年の最速の打球初速は MLB 上位 20%、 パワーがないわけではないと。バレ率が 6.2% とあまり高くなかったため、もう少しここを増やせれば、もともとの身体能力の高さも相まって20本20盗塁の2020達成にも期待ができるのかなと。守備や走塁面での貢献には十分期待できる選手ですし、バッティングが多少ついてくればそれこそ昨年のレイズで言えばイーサック・パレデスのようにアベレージは2割3分2割4分くらいだけれど20本くらい打てる選手となってくれればウィンズアブルプレイスメントは稼げそうで、レイズとしても大きいように思います。昨年のレイズでセンターを多く任された面々のうち、ケビン・キアマイヤーとブレット・フィリップスはいずれもチームを去りましたので、シリの出場機会もしっかり確保されそうな点も、今季ブレイクに向けては好材料なのかなと考えているところです。バッター3人目はマーリンズのブライアン・デラクルーズ。デラクルーズはハードヒットを量産できる外野手で、昨年は115試合でホームラン13本、WRC プラスで見ればリーグ平均くらいのバッターでしたが、ただ昨年後半戦 MLB 全体で見ても特にインパクトを残したバッターの一人ではないでしょうか。デラクルーズは昨年の後半戦打率3割1分、OPS8 割7分7厘と打ちまくり、また打球の質も加味した XWOBA3 割9分8厘は後半戦 MLB4 位。デラクルーズよりも後半戦の XWOBA が高かった選手は、アーロン・ジャッジ、ヨルダン・アルバレス、アルバート・プホルスと、そうそうたる面々ですので、このレベルのスラッガーたちに次ぐパワーを昨年後半戦に限ればデラクルーズは見せたと。この後半戦のバッティングが決してまぐれではなければ、今季のデラクルーズもしかしたらモンスター級のパフォーマンスを見せてくれるかもしれませんし、現状全打席に占める三振の割合が 25.4% とちょっと高めではあるんですが、仮にもう少しコンスタントにコンタクト、ハードヒットできるようになってくるんだったら本当に面白い存在になるかもしれませんよね。後半戦打ちまくった反面、昨年前半戦はさっぱりでしたので、シーズン通しての安定感が少し課題ではあるんですけれども、マーリンズ打線の中軸を担う年になってほしいですね。そして最後はロイヤルズのビニー・パスカンティーノ。昨年カルロス・サンタナのトレードと同時にメジャーに上がってきたパスカンティーノは72試合で打率2割9分5厘、OPS8 割3分2厘、そして WRC プラスが137。成績からしてすでにブレイクしたとも言えなくもないですが、今季はオールスターへ成長するシーズンとなってほしいなと期待している選手ですね。パスカンティーノのバッティングに関しては正直悪いところがあまりなく、コンタクト能力に優れていて特にストライクゾーン内であればほとんど空振りしませんし、かといってボール球を追いかけることも少なく、アプローチも非常に優秀。なんなら全打席に占める三振の割合が昨年 11.4% に対して、フォアボールの割合は 11.7% と三振よりもフォアボールの方が多いくらいアプローチは秀でていると。これで平均打球初速は 91.2 マイルとちゃんと強い打球も打てていて、まあ強いて言えばライナーを量産したがゆえに、バレルの打球の割合がファーストのようにパワーを期待したいポジションの選手にしてはやや低めだった点は、もしかしたら課題としてあるかもしれませんが、ルーキーとしてはかなりの完成度のバッティングを見せるシーズンとなりました。ベースボールサバントによれば、パスカンティーノと昨年最も打者としてのタイプが近かった選手は、ドジャースのフレディ・フリーマンだったらしく、今季も昨年と同様かそれ以上の完成度の打撃を見せてくれるのであれば、それこそフリーマンのように首位打者争いにも絡みながら、シーズン20本以上打てる、頼れるバッターにパスカンティーノはなってくれるのではないでしょうか。こちらが今年私が個人的にブレイクに期待している7人の選手となりますが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した7人全員が飛躍の1年を迎えることに期待したいです。また今回は私が個人的に期待している選手のご紹介となりましたが、いつものお願いではあるものの、皆さんが今季ブレイク候補として期待している選手を読むのも楽しみにしていますので、ぜひコメントに残していただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。